少し縦に長い展開になりました。先頭は1番のエンジェルパイロ、2番手に7番のコバノフィーリング、その外側12番クルセイズスピリス、3番手4コーナーカーブから直線に向かいます。内目から上がってこようというのが10番ワールドリング、5番の西野レオニダス、さらには外から14番サブノジュニアが追い込んでまいりました。一気に先頭は7番コパノフィーリングに変わった。2番手内からワールドリング、一気に捉えてワールドリング先頭に変わった。外から追い込んでくるのは3番政治ミニスター、内をつく5番の西野レオニダス、先頭ワールドリング、2番手は西野レオニダス、3番手接戦、ワールドリング先頭降臨。3歳馬ワールドリング先頭に立って押し切りました。初めての小馬との重賞ということで、どうだろうっていう気持ちもあったんですけど、本当に見事期待に応えてくれて本当に嬉しいです。4コーナーまではしっかりした手応えで走れていたんで、そうですね、直線はもうあとはがむしゃらだったんですけど、はい、この前初の戦にでの重賞だったんですが、イメージ以上に走ってくれて、今日も2戦目の戦にの重賞ということで、二の足も、ね、この前よりしっかりついたんで、そうですね、これからスプリンター戦楽しみですね。大変な日々が続いてますが、少しでも皆さんを楽しませれるようなレースをしていくんで、これからも応援よろしくお願いします。今日のレース振り返っていかがでしょうか。そうですね、結構熱くなれましたね。最後の接戦なんかは見ていてこうハラハラしたんじゃないかと思いますが。そうですね、結構狭いところ、はい、そのまた狭いところを伸びてきてる馬もいたんでね、本当ドキドキですね。まあ、そんな中でのこの重賞、張田明騎手が騎乗で勝利しました。そのあたりの気持ち聞かせてください。まあ、そうですね、まあ、調教師になった時からね、明に重賞を勝たせることで一生懸命考えてやっていて、まあ、自分自身もですけどですね、はい、このコバの重賞でね、これだけいきなり結果出せるっていうことはね、この馬の本当可能性をね、はい、本当これからに期待できると思います。馬にたくさん教えられてる部分がねまだ多いんでね、これからも馬と相談しながら、はい、騎馬と相談しながらこの馬を大事に育てていきたいですね。東京杯、まあ、一応使って、はい、その後は JBC 行くかどうかはまだオーナーと相談します。いつもご声援ありがとうございます。まあ、これからもね期待できる馬なのでね、注目して応援していただけたらありがたいです。早くね皆さんの前でこうやってインタビューができることをね祈ってます。